ゆなです。ピンポン。はい、今日は今年の振り返りをやっていきたいと思います。今こう自分のチャンネルを見てたんですけど、まだ私1年も YouTube やってなくて、それがびっくりしました。まず1つ目。では早速ね、こう振り返っていきたいと思います。欲しかった動画、ゆなのほのか原宿散歩はめっちゃ楽しかった。初めて多分ゆなチャンネルのコラボだった気がする。楽しかった、ほのかちゃんとのやつ。あと雑誌撮影とかすごい懐かしい。いや、キングリーマスクさんの服着て撮影したんですけど、ポージングがね全然なくてね。あ、ネオユナのミュージカルでオリジナルダンス作りました。すごい懐かしいな。その時ね、前髪自分で切ってすごい失敗してたんですよ。超キモかった。あとは欅坂さんと会ったのも今年なんだなと思って、すごいですね、大物の方と、ね、YouTube で来て嬉しかったです。愛してるゲームしたんですよ。そう、やばかった。あとは、あ、これね、加藤さん戦のあの YouTuber の絵を描いてみましたとかも、二人とも絵心がないので、これは普通に面白かったです。あとは、なんだろう、あ、ユナの北海道弁講座とかも、もうね、今北海道にいないんですけど、学校とかでもこう話してて、やっぱ北海道弁出ちゃうんですよね。それがちょっと嫌だなって。あとなんだろう、あー、これは嬉しかったやつ。あやなさんとの、あのライブなんですけど、超好きだった YouTuber さんなんで、これは本当に好きな動画、自分で。あと、あ、こんな味なんだ、冬におすすめですよ、動画。これは普通に気になってたからできてよかったんじゃないかなって思います、今年でね。あとはもう最近ですね、最近の動画、タイピングクリアするまでやめられませんとか言いながらね、やめてるんです、クリアしないで。あとユナ流 TikTok 講座、こうミュージカルとか TikTok とかそういう Twitter でも来るんですけど、そのユナちゃんの動画見てちょっと上手くなれた気がするって言ってくれて、あ、よかったな、やってって思って、ありがとうございます。あ、ネオちゃんとのこのリスナーさんと一緒に挑戦してみたいなやつ、これね、ユナがミスを犯してなければね、絶対もっといい勝負になってたんじゃないかなって自分でも思います。今年でこういろいろ変わりました。環境も変わったし、憧れの方とかとも会えたりしたので、忘れられない1年です。今後は私だけが楽しめる動画じゃなくて、リスナーさんを通して楽しめる動画とか作りたいなと思ってますけど、頑張ります。見てください、これからも。あとね、ちょっとね、テストが返ってきてびっくりしました。点数が悪くてね、みんながね、こう頭いいんでしょみたいな感じで言ってくれてたんですけど、普通の人よりちょっと下みたいな。勉強も頑張りつつ、 YouTube も頑張りつつ、まあいろいろと頑張っていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。これからもよろしくお願いします。